プリティメイズは、デンマーク出身のヘビメタルバンド、同国を代表する HR、HM バンドの先駆者であり、メロディックパワーメタルの草分け的存在としても知られる。たびたび来日するなど、活動は35年以上に及ぶ。バンドリーダーのケンハマーが、シン・リジー、レインボー等のフリークであり、楽曲にも影響が見られる。また、デンマークという地域性から、 北欧メタルとジャーマンメタル両方の長所を合わせ持つ。デビュー当初は6人編成であり、ハロウィンと並んでメロディックパワーメタルの先駆けとも言える雰囲気を持っていた。アルバムに3作目ではアメリカを意識したポップな曲調であったが、4人編成となった4作目以降では正当派メタルと言える曲調となっている。また、カバー曲がアルバムに収められることが多いが、ヒット作。 Please Don't Leave ME をはじめとして、非常に上質なアレンジを見せる。1981年、ケンハマーを中心に結成される。その後オーディション等を経て、ケンハマー、ロニー・アトキンス、ピート・コリンズ、ジョン・ダロー、アラン・オーウェン、フィルム・ア・ヘッドの6人編成のバンドとして、活動を開始する。1983年、デビューミニアルバム、プリティ・メズをリリース。 1984年、コリンズが、個人的理由で脱退。ダローが解雇され、リッカ・ハンソン、アランディ・ロングが加入。ファーストフルレンスアルバム、レッド、ホットヘビーで、メジャーデビュー。その後、ハンソンが解雇され、コリンズが復帰。1986年、コリンズが、再び脱退。1987年、セカンドアルバム、フューチャーワールドをリリース。その後元マットマックス。 シナーのエンジェル・シュライファーが加入するも脱退。1988年、リッキー・マークスが加入。1990年、オーウェンが家庭的事情で脱退。サードアルバム、ジャンプ・ザ・ガンをリリース。ディープ・パープルのロジャー・グローバーをプロデューサーに迎え、アメリカ進出を視野に入れた、ポップ色の強い音作りとなった。しかし、レコード会社のサポートが受けられず、予定されていた。 ディープパープルとの合同ツアーも実現されなかった。同年、ミニアルバム、インサンタ、エスクローズリリース。その後、マークス、ムーアヘッド、ディロングが脱退。この年、初来日公演を開催。1991年、マイケルファスト、ケンジャクソンが加入し4人編成となる、フォースアルバム、シンデケードをリリース。原点であるヘビな音作りに戻った内容であり、 さらにこの中に収められたジョン・サイクスのカバー、Please Don't Leave ME が大ヒットとなる。しかし、カバー曲が最大のヒットとなったことが以後バンドへの思いとなっていく。1992年、ミニアルバム、Offside。1993年、フィフスアルバム、Strip とリリース。両盤ともいわゆるアンプラグド作品である。1994年、シックスアルバム、 スクリームをリリース。オルタナティブロック要素を含んだ楽曲が多く、ファンを困惑させてしまう。1995年、ライブ版、スクリーマンライブをリリース。1997年、セブンスアルバム、スプークとをリリース。3旅メタリックな音楽性に戻る。1998年、ベスト版、ザ・ベスト・オブ・バック・トゥ・バックをリリース。1999年、エースアルバム、 Anything w o r イン Doing is Worth o v e r d i n g をリリース。ドイツ・ニュルンベルク公演2000年、ナインスアルバム、カルペディエムをリリース。翌2001年に来日公演。2002年、テンスアルバム、プラネット・パニックをリリース。その後、プロモーション会社が倒産。ハマーが心臓病を患うなど問題が多発し、活動停止状態となる。しかし、その中でも、本国でのライブ活動は継続しており、 2003年には、ライブ版、アライブ AT リストをリリース。2005年、ファストが脱退。2006年、元、ロイヤル、ハントのアランチカヤが加入。ハマーが心臓病から復帰して、11th アルバム、ウェイク、アップトゥーザリアルワールドをリリース。2010年、1ル t h アルバム、パンデモニウムをリリース。アルバムの完成と同時に1991年から、 ベースを担ってきたジャクソンが脱退する。後任は、キングダイヤモンドなどで活躍してきた、ハル・パティノ。また、久しく、空席だった、パーマネントキーボードプレイヤーとして、モルテン・サンダゲルが加入。2011年、4月に、パティノが脱退。5月に、公認のレネ・シェーズが加入。2012年、ライブ版、IT カムズ・アライブ、メイド・イン・スイッツ・アーランドをリリース。11年ぶりの来日公演。 2013年、13th アルバム、マザーランドをリリース。2014年、新曲4曲に加え、過去曲8曲の再録音源を加えた、企画版の 14th アルバム、ラウダーザン Than Ever をリリース。2015年、HR、HM Fest、ラウトパーク a 15出演のため来日。2016年、サンダー・ゲルが脱退。15th アルバム、キングメーカーをリリース。 マルチプレイヤークリス・レイニーが加入。2017年、アラン・チカヤが脱退し、偶然にも、チカヤと同じく、ロイヤルハントに在籍経験のあるアラン総連戦が加入。同年に来日公演。ありがとうございます。